こんにちは、美容師のエマです。今回はプロが教える雨や湿気に負けないドライヤーのかけ方といったテーマでやっていきたいと思います。梅雨は雨とか湿気が多くて、せっかくセットしても今日も雨なんですけど、こういう風に広がっちゃったりとかして、気分が落ちちゃったりとかしますよね。でもドライヤーをするときにちょっとした工夫をするだけで湿気に負けない髪の毛になるので、本日私がレクチャーしたいと思います。また違う動画では湿気に負けないストレートアイロンのやり方をお教えしますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それでは早速行ってみましょう。はい、では今濡れた髪の毛にしてきました。ドライヤーをする前に工夫すべきことがあります。それはタオルドライをしっかりすることです。髪の毛をガシガシ乾かしちゃうとパサつきとかダメージの原因になるので、しっかりこう揉み込むようにタオルドライしてあげてください。こういう風に揉み込んであげてください。こういう風に叩いてあげても。次にミルクタイプのトリートメントをつけてあげてください。だいたい小指の爪くらいでしてあげてください。であんまりつけすぎると後でベタつきとかなっちゃうので、そのくらいで。でミルクタイプのトリートメントを髪の毛につけることによって、と空気中の水分が髪の毛に入ろうとしても保湿成分が入るので、水分が中に入ろうとしなくなるので、広がりやすくならないようになるので、しっかりつけてあげてください。次はこの粗めの櫛で髪の毛を溶かしていきます。これじゃなくても100均とかで粗めの櫛が売ってるので、そういうのを使ってあげてください。なんで粗めかっていうと、目が細かいと髪の毛濡れた状態ってすごいデリケートになっているので、髪の毛ダメージしやすくなるので、しっかり粗めのコームでしてあげてください。で髪の毛溶かすとき、こう分け取ってやってあげると、しっかりトリートメントが均一についてくれるので、毛先からしっかり溶かしてあげてください。でこれすごい大事なことなんですけど、皆さん適当にドライヤーで乾かしてストレートアイロンとかコテとかでどうにかしようとしている方多いと思うんですけど、少しでも乾いてなかったりとかすると広がりやすくなったりとかするので、しっかりドライヤーで乾かしてあげて土台を作っていくことが大事なので、しっかり乾かしてあげてください。次にドライヤーで注意すべきポイントを説明していきます。でまずはじめに前髪最初に乾かしてあげてください。くせ毛の方じゃなくてもそうなんですけど、前髪は一番割れやすかったりとかするので、最初に乾いちゃうともう元に戻らないので、しっかりと濡れた状態でしっかり一番初めに乾かしてあげてください。次にしっかり根元から乾かしてあげてください。でなぜ毛先から乾かすのがいけないかというと、根元を乾かしている時に自然と毛先にも風が当たるので、毛先乾かした後に乾かしきって根元を乾かしてしまうと、オーバードライ、乾かしすぎる原因になっちゃうので、パサつきの原因だったりとか、そういうダメージの原因になっちゃうので、しっかり根元からしっかり乾かしてあげてください。でパサつくとスポンジのようになって、逆に水分が含みやすくなっちゃうので、後々広がりやすくなっちゃうので、オーバードライしないように乾かしてあげてください。乾かす時なんですけど、指と指の間で挟んで引っ張りながら乾かしてあげてください。髪の毛を伸ばすイメージで乾かしてあげてください。毛量が多い方とか、こういう挟むやつ、髪の毛を分け取って乾かしてあげてください。髪の毛が多いと乾かした時にしっかり中までこう癖が伸ばせなかったりとかするので、しっかりこうブローキングしてあげて乾かしてあげてください。顔周りとかよく皆さん下から上にこう乾かしがちだと思うんですけど、キューティクルが逆らっちゃうのでパサつきの原因になっちゃうので、しっかり乾かす時上から下に乾かしてあげてください。最後に全体乾かし切った後に冷たい風を当ててあげてください。でなぜ冷たい風を当てるかというと、キューティクルが締まってツヤが出てくれるのと、あと熱でずっと温かい
もので乾かしていくと乾ききってないところが分かんないので、冷たい風当てると濡れてる場所とか分かりやすいと思うんで、最後にしっかり確認という意味でもしっかり冷風当ててあげてください。でしっかり乾かすことによって広がりづらくなるので、最後まで水分が含んでない状態になるまでしっかり乾かしてあげてください。顔周りは特に癖が強いところでもあるので、つまむようにして乾かしてあげると癖が伸びます。最後にオイルをつけてあげたら、オイルはコーティング作用があるので水分が中に入りづらくなるので水分からブロックしてくれるので、しっかりつけてあげてください。オイルはワンプッシュツープッシュくらいでいいと思います。手と手を挟んで表面をコーティングしていくといい感じです。ということで、いかがだったでしょうか。ぜひ今回紹介したことを参考にして、梅雨でも負けないドライヤーの使い方を実践してみてください。今回はスタイリストエマが解説させていただきました。またこの絹雨城公式チャンネルではヘアアレンジなど髪の毛に関する動画がたくさん載ってるので、チャンネル登録とグッドボタンしていただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバイ。